いつも小林消防設備の動画をご視聴していただきありがとうございます。福岡県豊前市の小林消防設備の小林です。今日私が施工した消防設備のシステム、自動火災防止設備の受信機と感知回路、発信機、非常警報設備、非常放送、電源制御機、カットリレーコンセント、誘導音付き点滅型避難口誘導等ですが、今からですね、予備電池起動でそれぞれのですね、消防設備の動き確認していきます。予備電池というのはですね、基本的に電気系消防設備に設けられ、通常はですね、充電状態にあってスタンバイ待機しているんですが、火災等の原因によって常用電源、この場合でいうと AC100V なんですが、遮断された時に予備電池がですね、充電状態から放電状態に直ちに切り替わって電気系消防設備を一定時間機能させます。そのような意味で電気系消防設備では予備電池の管理は非常に重要になります。今からですね、予備電池機能に切り替えると、交流電源灯が消灯、主電源灯消灯、充電中ランプ消灯、充電モニター、このランプが消灯します。ではですね、常用電源遮断します。今ですね、予備電池起動になっています。交流電源灯消灯、主電源灯消灯、充電中ランプ消灯、充電モニター消灯。今からこの状態で感知回路から信号を送ってそれぞれの動き確認していきます。なおですね、こちらシステム設定で音声警報の内容を新管6階に変更しています。ではですね、今から作動試験していきます。なおですね、感知器回路からの火災信号になりますので、受信機では一旦蓄積がかかって、蓄積時間経過後に発報、こちらですね、非常警報設備、非常放送が連動起動するんですが、発報放送、感知器の発報放送になりますので、女性の声によるものになります。こちらですね、音声警報は日本語のみにしています。そしたらですね、短絡させます。はい、感知回路短絡、蓄積中点灯、発砲。火災感知器が作動しました。現場を確認してください。作動、作動、火災感知器が作動しました。こちら現場を確認してください。こちらで作動しました。火災感知器が作動しました。非常に現場を確認してください。非常に注意はこちらです。 Attention please. The fire alarm system 非常に注意はこちらです。非常に注意はこちらです。 Indicating a fire. We're investigating the cause. 非常に注意はこちらです。非常に注意はこちらです。非常に注意はこちらです。非常口はこちらです。火災感知器が作動しました。非常口はこちらです。非常口はこちらです。注意ください。 Attention please. 非常口はこちらです。非常口はこちらです。 New building is indicating a fire. We're investigating the cause. 復旧かけていきます。非常口はこちらです。受信機復旧。非常口は復旧。予備電池起動ではこういった動きになります。それではですね、交流電源、オンにしていきます。はい、受信機、交流電源灯点灯、非常警報設備、非常放送、主電源灯点灯、充電中ランプ点灯、誘導音付き点滅型避難口誘導灯、充電モニターランプ点灯、すべて常用電源起動になりました。